デレック、スタンリー・アーサー・ワーウィックは、イギリス・ハンプシャー州、ニューアルレスフォード出身の元レーシングドライバー。2011年8月に、BRDC 会長に就任した。ワーウィックの発音は本来、ボリックであるが、ワーウィック表記が定着している。また、ウォーウィックと表記されることもある。他にも、フジテレビ会一中継では、ディレック・ワーウィックと表記されていた。 ドライバー経歴の初期においては、1976年にイギリス FF1600 でチャンピオンを獲得。翌1977年からイギリス解散、選手権に参戦し、1978年には4勝を上げチャンピオンを獲得。翌1979年によりヨーロッパ界ににトールマンから参戦し、1980年にはランク2位を獲得している。 トールマン時代トールマン時代1981年、トールマンチームと共に、会一に進出。第四戦サンマ割のグランプリからエントリーするも、進行チームということもあり苦戦し、予選落ちが続いた。最終戦アメリカグランプリにて、ようやく予選を通過し、デビューとなるが、決勝での完走はならなかった。1八十二年も、予選落ちこそ減少したものの、マシンに速さ、 信頼性ともに足りない状況は変わらず、感想は2回だった。ただし、第9戦オランダグランプリでは、初のフロリダをマークしている。またチームメイトの手をファビに対し、予選で10勝3敗と圧倒、予選落ちもファビの6回に対し2回に抑えた。1983年には前年までと比べ、マシン性能が向上、開幕戦ブラジルグランプリでの5位グリッドをはじめ、 予選ではたびたび上位に食い込むようになる。決勝はトラブルの多さからリタイアが多く、第11戦オーストリアグランプリ終了時点では、完走2回、入賞なしという状況だったが、第12戦オランダグランプリで4位初入賞。ここから勢いに乗り、最終戦南アフリカグランプリまで4戦連続入賞を果たした。 チームメイトのブルーのジャコメリに対しても予選成績では12勝3敗獲得ポイントでもジャコメリの1に対し9となったルノー時代ルノー RE50 トールマンでの走りが認められ1984年にはルノーに移籍開幕戦ブラジルグランプリでは中盤よりトップを走行するが残り11周でサスペンショントラブルによりリタイア その後は2位2回、3位2回、4位1回、フロリダ1回という成績を残し、予選でも3度の3位グリッドなど上位に食い込むが、勝利を手にすることはなかった。チームメイトのパトリック・タンベイに対しては、予選では10勝6敗と上回り、決勝での獲得ポイントでも上回っている。1985年はチームが低迷し、入賞は5位2回、6位1回のみ、 予選でも2桁グリッドが定位置となった。チームメイトのタンベ米に対しても予選、決勝ともに下回った。ブラバム時代1986年にはロータスへの移籍がほぼ確実視されながら、当時ロータスのナンバーワンドライバーだったアイルトン・セナがワーウィックをチームメイトとすることを拒否。これにより、ロータスはセナのチームメイトにジョニー・ダン・フリーズを抜擢。 ワーウィックは浪人のまま開幕を迎えることとなった。その後、ブラバムから参戦していた医療で、アンジェリスが、ポール・リカールでのテスト中に、事故し、第6戦カナダグランプリより、代役として、チームに加入することとなった。しかしこの年のマシン、BT55 は、低重心化を意識しすぎた結果バランスや熟成を、書いており苦戦、入賞を記録することはできなかった。 チームメイトのリカルド・パトレーゼに対しても予選成績で3勝8敗だった。アローズ時代1987年にはアローズに移籍するが入賞は5位6位が一度ずつの計2回に終わった。チームメイトのエディ・チーバーに対しても予選成績では9勝7敗で上回ったが獲得ポイントでは下回っている。1988年は予選で チーバーに12勝4敗と前年以上に差をつけ、決勝でも4位4回5位2回6位1回と、コンスタントに入賞。ポイントでもチーバーの6に対し17を記録し、ランクで1984年同様、ベストタイとなる7位となった。1989年も残留。前年と比較すると劣るものの、5位3回6位2回の、計5度の入賞を記録。 予選ではチーバーに14勝1敗、決勝でも獲得ポイントで上回った。なお、第7戦フランスグランプリでは、カートの事故により負傷したため欠場した。ロータス時代1990年には、因縁のロータスに移籍。チームメイトは、前年に欠場した際に代役を務めたマーティン、ドネリー。しかしこの時点で、ロータスのチーム力は1986年当時から、 大幅に低下しており、入場は濃い6位が1回ずつと思うような活躍はできなかった。この年をもって、ワーウィックは、会一からの一時引退を宣言。スウィックへ転向することとなる。ワーウィックは、会一参戦中も、1986年から1991年までスポーツカーレースにジャガーで出走していた。会一のシートを失った後は、 スポーツカーレースに力を入れるようになり、1991年は参照を上げ、ランク2位を記録。また、ルマン24時間レースでは4位に入った。1992年のルマン24時間レースには、プジョーチームの一員として、ヤニック・ダルマンス、マーク・ブランデルと共に勝利。これを含めた計算賞で、スウィックのチャンピオンとなるなど、成功を収めた。 フットワーク時代前年の活躍をきっかけに、1993年にはフットワークから、会一に復帰。前半戦の苦戦から一転し、後半戦に調子を上げるも、入賞は4位6位が、それぞれ1回ずつとなった。予選ではアグリに9勝7敗だった。結局、同年末にチームから放出され、会一からの引退を余儀なくされた。 BTCC 時代会一引退後は、イギリスツーリングカー選手権に出走し、1998年には一勝をマーク、さらに共同設立した888レーシングでボックスホールを走らせた。2006年には OBE の F1 ドライバーによるグランプリマスターズの最初のシーズンに参加。 2011年8月25日に開かれたブリティッシュレーシングドライバーズクラブの年次総会で会長に選ばれた。ワーウィックはデーモンヒルの後を継いでの会長就任は重責だと語ったが BRDC が所有するシルバーストームサーキットのさらなる開発という差し迫った難題に取り組むことを楽しみにしているとも述べている。一方で前任者のヒルは 会一ドライバーの経歴を持つワーウィックが自身の理想的な公認候補だったと言い,い、次のようにコメントしている。デレック・ワーウィックはプロのレーシングドライバーとして生活し、その中でもトップクラスに属していた。彼は勝つために必要なこと、負けた時の気持ちを分かっている。私はレーシングドライバーとして活動したものが常にこの、 クラブの舵を取るべきだと考えている。デレックはプロのレーシングドライバーとして、その決断力と完全性を世界に示したように、必ずやこのクラブを同じように導いてくれるだろう。私はそう確信している。BRDC の次期会長に就任するにあたり、デレックに心からの祝辞を述べたい。今後の彼とクラブの成功をお祈りする長く、会一に参戦したが、 勝利をあげることはなかった。未勝利ドライバーの中では最高のドライバーの一人という評価もある。ありがとうございます。